ゲンチャンネルの時間がやってまいりました。今回は前回に引き続き対決ということで3ホール、まず3ホールの勝負を。そうですね、6ホールやるんですけども、最初の3ホールが僕のチャンネルで放送して、はい、最後の3ホールを川本優プロのチャンネルで放送するんで、まあ計6ホールの対決になると思いますんで、はい、で最初の3ホールが僕のチャンネルでいきますんで、前回ね、英語を使ったらダメっていう対決しまして、また僕負けたんで、はい、ここにゴルフバッグ持ってきましたんで1本抜くんってルール でいつも14本でプレーしてるんですけど、この6ホールは13本でプレーするんで、川本プロにちょっと1本抜いてもらうということで、ここにゴルフバッグ持ってきました。わかりました、はい、じゃあこれで。マジかパターもなしです。パターですよね。パター以外でっていうことで今 OK もらったんで、はい、パターは勘弁しますか。わかりました。すいません。じゃあこのクラブで3度これ抜かれると結構やばいきついかなって思います。勝負なんでね、まあまあガチできました川本プロじゃあこの13問で僕6ホールプレーします、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はロイヤルメルオゴルフクラブさんでご協力いただいております。ありがとうございます。ということで3番ホール173ヤードのパー3ですね。じゃあ僕から行ってみたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと6番アイアンか7番アイアンで迷ったんですけど、6番アイアンでちょっとカット打ちます。じゃあお願いします。お願いします。あ、ルール言ってないじゃないですか。ストロークプレイ、6ホールストロークプレイでいきます。お願いします。で僕も今から打っちゃいます。あ、うまい。おー、ありがとうございます。よし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 、ありがとうございます。いけるぞこれ。おい、ナイスオン。珍しくいけるぞ。うわー、悩むな。何番で U4 ユーティリティの4番だから、4番やんと同じクラブで、はい、ちょっと大きいのでキャリーが5ヤードぐらい。カット目で。カット目で、はい、いきたいと思います。カットカット、はいバイ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 。左出た。あー、はい、 OK。 はい、まあまあ、うわ、3度がないのきついな、マジで。グリーン外したらダメだ。3度の時に使いたくないのは何だったんですか。3度以外だったら何でもよかったかも。そんなに。58以下抜かれたら。いやでもドライバーかな。58抜かれて51じゃなかなか対応できないですか。50ヤードとか超難しくないですか。でもちょっとドライバーと迷ったんですよね。ああ、ドライバーもでも確かに。男子プロってやっぱ距離出るから。ああ、なるほど。今回同じ E ですもんね。そうですね。それも言うの忘れてましたね。言うの忘れっぱなしじゃん、今日。やばい。何も言ってない。何も言ってくれない。近い。あれだっす。あれ近い。あれだっす。先手必勝だよ。ナイスオンです。ありがとうございます。これはうまかった。めちゃめちゃうまかったですね。これは良かった。これを頑張るしかない。これスライスラインです。スライスライン。はい。最後ちょっと下りながら、はい、切れていく感じです。おい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 。惜しい。ナイスライ。ありがとうございます。惜しい。うわ、入ったと思った。お先です。やっぱ。ありがとうございます。うわ、今のめっちゃいいパットだったのに。ちょっとドキッとしたな。よし、パター。ナイスバーディー。ありがとうございます。よっしゃ。よっしゃ。あら、1ホール目終了しまして、時松がバーディーで、川本プロがパーです。やられましたね。1打リードで、2ホール目に、行きたいと思います。ナイスバーディーです。ありがとうございます。
顔ちっちゃいね。いや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 、顔ちっちゃいと思います。本当ですか？顔の形もすごく、嬉しい。左右対称ですごい綺麗。左右対称って何？左右対称大事じゃないですか？本当ですか？ずれてるんですか？左側だけで寝ちゃう人とかで。あ、なるほど。嬉しいなぁ。なんかいいチャンネルですね。でしょう。はい、素敵なメンバーです。全然褒めて褒め慣れてないからね。男子にこれ言われたら嬉しいとかあります。ああ。褒められて、いい匂い。やっぱりね、いい匂いはなんか嘘感なくて、それがとかもだし、なんかナチュラルな匂いとか。ナチュラルな匂い。なんか例えば、なんか香水きつくないけどいい匂いだけど、なんか意識してるのとか、すごいいい匂いとか、居心地いいなとか。え、それちょっとやばいかな。じゃあ、男性の嫌なのなんですか、匂い。嫌なの？いや、私は苦手なのは、話を聞いてくれない人。あ、俺やばいな。いや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 。俺はっていう人はあんまり苦手かもしれない。なるほどね。はい。あ、お女性がなんか、なんとかね、みたいな。あ、そうなんだ、みたいな。あ、そうなんだ、そういうこともあるよね、みたいな。あ、そこにいますね。得意だからな。なるほど。やっぱ匂いだな。左右対称のナンバー4に来ましたよ。565、左右対称です。確かに。パー5ですから、結構バンカーがいっぱいあるんで、しっかりフェアウェイに捉えたいですね。はい。じゃあ僕バーディーだったんで先行きます。お願いします。風が左から。ナイスです。まあまあじゃない。フェードヒッターですか？僕フェードです。あ、同じですね。はい、お願いします。あの赤い旗にフェードで。あ、やばい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 。風来てるね。うわー、ちょっとバンカーかもしれないです。まあまあまあ、パー5なんで。そうですね。僕今ね、すごいキャディーしてみたくて。え、女子プロの。はい。もしどっかチャンスあればやってください。ぜひ。え、なんでですか？ゴーンとか言いたい。一緒になって。なんか結構キャディさんってボールがピューって選手が打って、はい、飛んでる時とかって気持ち入るんですよ、うんうんうん、つけみたいな、近くにつけみたいな、ああいうのやりたいし、プレ入ります、止まってくださいとかもやりたいし。やりたがりで。そうです。仕切りたがり。結構やってほしい選手多いと思いますよ、女子だったら。実際、アマチュアの方をキャディー、なんか立山さんって分かるんですか？立山、はいはい、プロとかやってたりとか。マジ？なんか、はい、意外といたりします。へえ。でもなんか、よく聞くのは男子プロのキャディーの方が女子プロキャディーより厳しいからすごく大変って言ってました。女子プロより男子の方が求めるもの。機会があったらお願いします。ぜひお願いします。あれか、サンドがないからどうしようかな。そうですよね。刻もうかな。結構前上がりで優しくはないですよ。これちょっとミスショットしたんで。結構前上がりだね。はい、これレッスン持ってこいじゃないですか。大変。これはですね、つま先上がりが結構きついので、結構クラブを短く持って、ちょっととかだったら多分突っかかると思うんで、短く持って右目に置いて、さらっと。はい、さらっとですね。スタンスは広げたりしますか？ちょっと。いや、同じ感じ。そうですね。でも振りはちょっと浅くっていうんですか、大きくはしないです。あ、ちょっとコンパクトにね、はい、いつもの飛ぶマイナス50ヤードぐらいキャリーして、うん、これ200ぐらい飛ぶんですけど、150キャリーの、まあ、ラン30ぐらい出てくれたらいいかなっていう感じで、うん、打ちます。お願いします。うまい。あー、いいドロー。ナイス。はい、ありがとうございます。いい球。教科書通り。はい、さすが。
スプーンください。さあ三度を抜かれて、いやそうなんですよ、どうしますか。これね、近くまで持っていったらちょっと大変そうな気するんだけど、はい、あの刻んでもあの木が結構効いてそうですよ。そうですね、どうですか、何ヤードぐらいありました？280。うわあ、3度ちょっと無理、3度が欲しい。2打目280ヤード3ウッドでいきます。はい、もう思いっきりお願いします。はい、いい感じ？めっちゃいい感じです。イエス。左や。バンカー入った。お。バンカー。ちょっとまずいな。どうだろう。ちょっとまずい。ちょっとまずいかな。ちょっとまずい。なんか距離はありそうですよね。50ヤードぐらい。あ、3、40とか。なんですか。僕が先週、はい、イベントで、はい、藤本麻子プロと、あ、はい、上田桃子プロ。はいはいはい。一緒になって、はい、何が男性は一番嫌なんですかみたいな、はい、もう即答でもう匂いって言ったの、はい、で次の日大会、うん、めっちゃ香水振ってたからいや臭いと怒られちゃうと思って怒られたくないっていう。ああ、でも結構匂いって大事ですよね。人っていろいろ覚えるじゃないですか。で、なんかだんだんなくなっていくんですけど、記憶とかって、うん、記憶なくす一番最後まで残るのって匂いらしくて言葉とか音とかそういうのって結構消えていくんですけど、匂いは人の記憶の中で一番最後まで残るから、すごく最初に印象付ける匂いは大事らしいです。香水風呂、でも全然臭くないですよ。マジで、はい、全然なんか気にならなかった。最近ゴルフの朝とか8-430秒ぐらいずーっとやってますから、ずーっとやってる。132。ありがとうございます。僕は3度がないから51度しか。9番で132ヤードなので、これ木があるけど木は大丈夫だね。はい、高さは大丈夫かなって思います、はい、しっかり根元につけたい。うわ、いい音。カッ、あー、ちょっと左出たー。距離は良かったのにな。はい、ありがとうございます。拍手が右ピンはちょっとチャンスにつけたいホールですよね。そうそうそう。さあ、問題は私です。どこに行ったんですかね。バンカー方向でしたよね。バンカー手前にある。はい、見えます。でもあれを50にはなかなか打たないですよね、試合だと。きついな。はい、二段グリーンですかこれ。はい、一応手前の段、58度を私が抜いたので51度でアプローチするみたいなんですけど、3段目51度、2、30ヤードっすね。58でいきます。はい、問答無用の58です。ふわっと打てないから、もうエッジぐらいに落ちないと多分止まんないと思うんで、ちょっとフェース開いてふわっと打ちたい。うまい。まあまあじゃないこれ。ゴーゴー。よし。ナイスです。ありがとうございます。落としどころ完璧でしたね。でした。ありがとうございます。ナイスです。これは決めたいな。これもさっきと似てるスライスラインです。さっきと似てる。はい、似てます。ショートホールとパースリーと似てる、はい、おっしい。ナイストライ。今度は浅かったか。打つ瞬間にめっちゃアブが飛んでました。止まったまま打ってた。僕も4打目パタ近い。これ入れたらでかいな。
優しい、優しいな。そういう男性モテると思います。ちょっと待てよ、先がめっちゃ捕まった今パターン。やってもうた。ナイスパー。はい、ありがとうございます。2ホール目は分け、パーとパーで1打差のまま、はい、現チャンネルの最終ホールですね。3ホール目いきます、はい、それすごいね、ネーム入ってるとか。はい、すごいな。なんかアイアンとかにも入ってる？あ、ウェッジは入ってます。アイアンは入ってないです。でも言ったら大体やってくれると思う。マジか。はい。ドリンク補給も終わったところで、はい、僕のチャンネルの最終ホール、3ホール目ですね。はい。5番ホールの403ヤードのパー4。右がバンカー、左が林ということで、これもちょっと狭そうなんで、フェアウェイにしっかり置きたい。ということでよろしいですか、川本プロ。はい。風はめっちゃ左から突風が来てますね。めっちゃ来てます、多分風速10ぐらい。超低い球じゃん。無風ということで。いきます。はい、ドライバー。お願いします。やべ、やばい。風。あれ OB かな。おっと、いや、どうだろう、止まったかな。ここ難しいな、ティーショット。はい、同じ左から右に曲がるフェードボールなんですけど、なんかティーグラウンドがまずこうつま先上がってるから、左にめっちゃ飛びやすくなってる。ターゲットの取り方が難しいから、私は絶対フェアウェイに置きたい。ちゃったよ、これまたやばい流れになってきた。あ、これも左。やばい、林に消えてった。優しい。じゃあ暫定球打ちます。お願いします。 YouTube 初暫定球。もう右でいいんだよな、バンカーでいい。また左。うん、ナイスです。やっぱ打ちづらい。打ちづらいですよね。ということでいいですか。はい。すいません。すいません。めっちゃ打ちづらかった。川本プロ暫定球。暫定球。はい、暫定球打ちます。跳ねた。スピーキングイングリッシュは？プロビジナル。はい、プロビジナルボール。あー、マジ？そんな狭いんだ。ね、わかんなかったですね。わかんないです。はい。2球目全く同じとこ行きました、方向。いや、やばい。ということで、1球目の結果を。1球目があってほしい。8。なんか絶対ドローのホールだったじゃないですか、このティーショット、うん、試合だったらどうしますか。もっと低く。ああ、ドライバーで低いチョンってやつ。なんかすごい、ロケーションがドローのホールで、ティーグラウンドがもうなんかめっちゃドローだったじゃないですか。左足上がってて、つま先上がってて、なんかそういう時いつも迷うっていうか、ミスするからどうしてんのかなっていう。ドローを打ちたいけど打てないね、うん、結局まっすぐぐらいしか打てない。そうですよね。なんか OB なさそうですね。ないと思う、多分、うん、やばい、あれ、この辺に当たっとんすよ、多分。あったあった。あ、はい。ありました。はい、2打目、7番アイアンで、ちょっとそこ一回出します。いやいやいや。うまい。ありがとうございます。どうどうどう。ナイスです。ありがとうございます。フェアウェイ。ありがとうございます。うまい。今のめちゃくちゃうまかったです。あった。私のはここ、あ、1球目です。
2球目がそこにあります。間を抜けそう。ありがとうございます。よし、6番で行こうかな。前空いてますか？前が綺麗に空いてます。何これは？バッチリじゃん。バッチリです。何ヤード？164です、ピンまで。なんでエッジぐらい、エッジすぎたところぐらいの落として転がしていく感じをイメージしてます。抜けたね。上、でかい、でかい、やめて。あー、オーバー。あー、フライヤーっぽい。フライヤーね。潜った球が、まあまあいいショットだったのに。あ、結構でかいっすね。やばいっすよね、あれ。112。112ヤード。51度で。気持ちドロー。うまい。良さそう。やめて！お、ナイスです。やめてって何ですか？ありがとうございます。なんか、ありがとうございます。入りそうだったもん。やめて。ありがとうございます。今のナイスですね。ありがとうございます。僕が負けたら、はい、何か川本プロにプレゼントしないといけないんですけど、はい、欲しいものとか食べたいものとか何かありますか？決まってて、はい、距離計測器が欲しいです。また。じゃあ距離計で。僕が勝ったらちょっと考えます。はい、わかりました。まだわかりました。じゃあ川本さんのチャンネルでそれは発表しましょうか。はい、ブッシュネル。ブッシュネル、ニコン。え、ブッシュネル今使ってて使いやすいので、ブッシュネル、ブッシュネルがいいかなって思います。左足下がりのグリーンは下り。いや、これは嫌な感じ。これ難しい。前下がりのグリーンも下り。はい。転がる条件が整っちゃってますね。そうですね。ふわっと。ふわっと行きたい。やっぱキャリーグリーン？そうですね。うま。やばい。うますぎた。ちょっと止まっちゃった。うますぎ。ありがとうございます。よかったです。ゆいちゃんの方がちょっと遠い？はい、と思います。なんかずっとラインが一緒だね、下りのスライス。そうなんです。ちょっと運は向いてる感じするな。ずっと下りのスライス。うわー、もう切れた。惜しい。お先です。ボギー、痛恨のボギー。これ入れたらもうでかいぞ。結構川本プロの切れたんで、これも切れると思って打ちます。惜しい。切れない。なんか手前から伸びましたね、意外と。伸びた。ボギー。いやー、同点だ。はい、3番ホール終わりまして、僕、時松も川本プロもボギーで1打差で、3ホール終了しました。はい、後半の3ホールが川本ゆいプロのチャンネルで、放送します。ぜひ川本プロのチャンネルで、ご覧ください。コメントとかいいねとかも、どんどんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。